タイマー開始。はい。というわけで、ちょっと予定をずらして、1日遅れておりますが、12月14日、昨日13日水曜日分の5分間ラジオ、本日もお付けください。よろしくお願いいたします。本日のテーマは、ルミックス増面位相さ元年に思うことというテーマでございます。え今年の頭、2023年の頭に、 えー、ルミックス s 5 i そして s 5 i x、えー、発表発売されましたねはいそして、えー、G9ProM2 が、えー、割と1ヶ月前くらいに、えー、発売されましていよいよ、えー、ルミックスのミラーレス一眼カメラもですね S シリーズフルサイズの S シリーズと、えー、フォーサーズの G シリーズそれぞれ増面イン差オートフォーカスが 使えるようになったと、えー、かねてより、えー、ユーザーから割とこう不満というか増面移操作があればなという声も聞かれている中で、まあ、いよいよ2013年が、えー、ルミックスにとっての増面移操作元年になったのかなと、えー、いうふうに思うんですけれども、まあ、これによってですね、えー、ユーザーに求められることの方がより大きくなったんじゃないかなと、えー、僕自身が思っていますので今日それを話していきたいなと思っております。 あの、これまではね、ちょっと厳しい,言い方になっちゃうかもしれませんけれども、いわゆるその、従来のコントラストオートフォーカス、DFD というね、技術を活用して、かなり精度の高いえコントラスト AF ではありましたが、コントラストの弱いところ。 というかね、えコントラスト、オートフォーカスの弱みみたいなところに直面して、ああ、異想があればなというふうに思われていた方も結構いたんじゃないかなと思います。ただですね、僕自身は、まあ、今日収録でも使っていますけれども、GH6 のオートフォーカスかなり満足してるんですね。 はい。オートフォーカスが必要な動画撮影での現場においての GH6 のまあオートフォーカスについては、もちろんね、こっちで少し工夫をしなきゃいけないところはありながらも、かなり僕は検討しているなと思っています。まあ、この検討しているなっていう言い方がそもそもでというところもありますけれどもね。 はい。ただ、まあ、今回、えー、その不満をね、ユーザーの不満を払拭するかのようにですね、イソーサが搭載されたフルサイズの S5、2、2X。そして、えー、フォーサーズセンサーの G9 Pro、M2 というところで、あ、まあ、今後はね、えー、どの機種にもイソーサが搭載されてくるんだろうな、というところで、一、う、つ、ん、問題解決がされたのかなと思うんですけれども、さっき言った通り、ユーザーに求められることの方が多くなってきてるな、と思ってるわけです。はい。 まあ、カメラに対して不満がある方とか、えもっとこうなってほしいっていう要望がある方はたくさんいらっしゃると思いますが、まあ正直ね、え、イソーオートフォーカスに任せて撮影を結構、こう、なんていうのかな、バチピンのものを撮れるようになってきてしまったので、もうね、いよいよね、言い訳できなくなってきてるんですよ、ルミックスのカメラでも。うん。あの、いろんなアシスト機能が豊富にあるわけなので、え、撮影のミスをですね、限りなく一眼カメラ単体で防ぐことができていて、 行ったりとかあと遊び心でリアルタイムラットっていうのが入ったりとか、まあ、本当にこう撮影を業務でする上ではもう過不足ない機能がたくさん入ってますうんもっとこうフォルスカラーとか乗ってほしいなとかいろいろ考えることはいっぱいありますよフレーム表示がプレビューでも当たってくれると嬉しいなとか、うん、いっぱいありますけど過不足なく業務で使っていけるのがルミックスカメラの今までの魅力強みでそこに位相差オートフォーカスが入ったんでいよいよカメラ任せでピントを外さずに 取れるようになってもちろん制度うんろんの問題は指摘されている方もいますが今のところ僕はあまり不自由を感じてないです。いそうさに任せたいと思ったケースにおいては。うん、何が言いたいかっていうともうカメラに対して撮影において言い訳ができなくなってきたんでいよいよ、えー、何を撮るか。 とか何が取りたいのかとか、えー、それがきちんと取れているのかっていう,う使用者に対して求められてくることの方が圧倒的に大きくなってしまったんですよねうん。そうだからう何度も言ってますけれども冒頭の方にも言ってますけれどもあのこれができればなっていうのが言えなくなっちゃったんでじゃあ何とんの とかえー、なんで撮ってるのとかそういう撮影に対する本質ものづくりに対する本質とユーザーは向き合わないといけなくなってきたのであのー、ユーザーも、えー、ネクストフェーズに行かなきゃいけないですニューーフェーズに行かなきゃいけないんです、うんえー、SNS なんか見てるといまあ、未だにちょっと愚痴を見る時もありますが、えー、まあ愚痴もあるでしょう。 それは完璧なカメラなんて存在しないのでね。僕もこここうなってほしいなっていうところがあります。さっきもあげたようにフォルス乗ってほしいな。フレーム表示はプレビューでも当たってほしい。そういうことはあるんですけど、現状でできることっていうのがかなり、こう、なんていうのかな。便利になってきたので、あの、ああ、えー、終わっちゃいましたね。そう、現状便利になってきたんで、僕も次のフェーズに行かなきゃいけないなと。 いうふうに感じていますので今日の5分間ラジオでは、えー、ルミックス増面移送作元年に僕はそれに追随するかのように次のフェーズに僕自身も行かなきゃいけないんだろうなと思ったので、えー、そういうテーマでお話をしてみましたまた次回の5分間ラジオでお会いしましょう